のりチャンネル。すいません、ご無沙汰します。どうも、どうも、すいません、久しぶりですね。ゲイキャラ作ろうぜ。カトウへ。そうそう、カトウ。カトウね。そうそうそう。カチンとイベント考えたんですけど。イベント考えたら。面白かったね。この辺の店よくの。この辺でしか、ここの辺というかここしかいないです。あ、そうなんや。たまに僕あの向かいの鉄板焼き屋さんでバイトするから、その時ぜひ来てください。忙しいな。あ、うまっ。これめっちゃうでしょ。これうまっ。生姜とトマトのしそ、うん、めっちゃうん、うまい。え、その言ったら、え、力屋さんの一番最初行った年は誰おったんですか、日本人。アモスしかいなかったよ。アモスにしか日本人いなかったよ。里見さんは、里見さん2年目から。あ、そう。だから1年目は川口雅史、山田晋三、石田力也で、井本由伸。ああ、井本さんね。そうそうそう、井本さんや。でその年にあのアメリカンボールがあって、あった、井本由伸と山田晋三が行って、行ってた。あの大阪ドームですよね。そう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 、前の、うん、そうそうそう。え、マーサがあれ NFL に帯同したあれはいつやの。もう一個前ちゃう。もう一個前のオール、あのプロボール、プロボールちゃうわ。あ、なんかアメリカンボールみたいな、日本でやったやつ、うん、そう、イモ、うんうん、さんジェッツで、その時はバッカーニャズが心臓を押さえて、うん、ああ、そう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 。で、アマヤさんとマーサじゃないかな。あ、そうそうそう、うん、で、川口さんは川口さん、フォーティナー、フォーティナー、そうそうそう、ライバー、うん。ってことは、それは2002年ってことですか。2003年妹さんがスラントゴー取ったんですよ。そうやったっけ、大阪ドームで取ったのが。コルツの試合は見に行ったんですよ。あ、俺も見に行った、うん、それはその後ちゃう。あとあとあと、2004年あれ誰か日本人出ました。出ない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 出てないですよね。でもチームメイトが出てね。そうです、僕ヨーロッパの時に、そうそうそう、ジョッシュが出て、コルツの、うん、出てたわ。のりチャンネル。そうそう、1年目だから、あとはあのキャンプで野村さんと佐野さんがカットされたんですよ。2人はラインファイヤーですよ。で、時元さんは、時元さんもカットされたんですかね、確か。へえ、うん、怪我かなんかでカットされて、堀江さんはもうインターナショナルキャンプの時に、あ、1回も練習せんと帰ってきました。堀江さんもおったんですよ。怪我してたのか。怪我してて、へえー、みんななんでそんなボロボロで行ってんの。のりチャンネル。なんかでもあの年代の人らってなんかすごい人多かったですよね。多かった多かった、うん、北井さんもすごかったですね。そうだね、北井さんすごかったですね。で、最初のなんかタッチダウンとか。ああ、エネルギーですね。そうですね、何がすごいって、何考えても分からへんところがすごいよな、うんうん、後々分かったけどな。もう里見さんが言うてた、あの一緒のチームだったんですね、里見さん、アムスで。あ、そうそうそう、うん、あ、そう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 。で、その時に言ってた、伊藤さんは何かを勉強してたらしくて、ずっと建築の、何だっけな、建築でしたっけ、何かの1級建築系の、めっちゃ難しい、強大やし、建設やし、はい、それでもうずっと勉強してた、言うて。けど英語も俺たち人と全然接触をしない、だコーチ陣とかもなんやねんって思ってたらしいですけど、最終的にコーチ陣がもうプレー全部痛いさん思い、もう頭に全部入ってるから、もうアメリカ人選手のアホなやつがもう痛いに来てっていうのを言うてたっていうのは聞いたことあります。痛いさんがもうプレー全部そう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 やな、結局全部分かってあるし、日本人ともきっと同じコミュニケーションというか、いや、それは分からないです。そっか、そんなことないです。急に兄弟ってすげーな、それ。いや、すごいですね。大さんと僕はプレーしたことがないんで、
全くないですよ、うん、あの日本代表のなんか時に1回だけこうコーチっすよ、ね、いやいやプレイヤーでやってはって、のずみさんとかもおって、何のあアリーナやアリーナですかね、うん、アリーナやったかな、忘れましたけど、なんかそんなんで、うん、なんか練習行く時にやってたら、うまかった、覚えてるわ、うん、ボールは絶対落とさない、うん、のりチャンネル。え、その後、いた野村さんとかはそのカットされた次の年とか行ってるんですか？行ってない、行ってない。でその次の年はだからあの小川とかあれが出てきて、佐野さんとかね、並木、中島、で佐野さんと野村さんがその年はキャンプでカットされてラインファイヤーで、あーそう、しかも同じポジションでラインファイヤー2人やって日本人、うん、あーそうか、そうなんですよ、今もうあれですね、堀さんとか恵まれてますね、うん、なんだ頑張っとったんや、僕らの時ってあんまカットされなかったじゃないですか、僕は1年目の時って、あ、じゃあだから全員残ったんじゃん、ねえ、じゃあ僕も全員残った、全員、まあ、7人ぐらい、そうそう、7人ぐらい全員残って、そう、時元さんが、うん、はいはい、おいで、え、そのまま言ったら1年目、ミッチーが1年目の時、小川さんが1年、小川さんで言い続けたのミッチーみたいな、うん、1年目の時は、言ったら小川さん、力也さん、並木のけんちゃん、中島、サニさん、佐野さん、で、安藤さん、さとみさん、あ、安藤さんとさとみさん、あ、うん、ちょ、さとみさん言うた、もう一人は堀、え、清水、あら、違う違う、ゴーちゃん、ゴーちゃんじゃん、ゴーちゃん行ってたんすか、ゴーちゃん、2、3年行ってるで、2、3年行ってる、うん、3年、2年ぐらいですか、2、3年、うん、あ、そうか、だそこのメンバーはもうほぼ知ってますもん、そうやな、うん、さとみさんとかもすごかったもんな、うん、そうそう、いやラモスの2年目は安藤さん、さとみさん、俺やってる、あ、まあ、ラモスの日本人は、へえ、めっちゃ楽しかった、僕だから2年間さとみさんと一緒やったの、蹴るんで、もうほんますごかったですね、のりチャンネル、僕これね、ほんま小川さんしか言うてくれんやつ、この日本人やばいからみたいなのがミーティングになるわけですよ、まあなあ、でも生活もしてるから、まあ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 、まあ、やんちゃうやんちゃうけど思いながら、チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ぜひお願いします。何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。